あなたが私のサヤだったのですね。彼女が夢見た理想郷、その名はアバロン。あの王が死後にたどり着くと言われる理想郷、五つの魔法すら寄せ付けぬ、何者にも侵害されぬ究極の守り、それこそが貴様の誠の宝具、伝説に言う聖剣の力か。憎らしい女だ。最後までこの俺に歯向かうか。だが許そう。手に入らぬからこそ美しいものもある。ではなきしよう。いや、なかなかに楽しかったぞ。なぜだ、なぜお前がこの剣を持っている。それは俺のものじゃない。遠坂から預かったものだ。そうか、以前気まぐれにどこぞの娘にくれてやった。あれは確か10年前か。なるほど、私も衰えるはずだ。